こんにちは日本酒おじさまです本日は2020年7月の19日、えー、午前中の撮影となりますちょっとお酒をグビって飲むと見せかけてですね今日はちょっと変わった出だしとなってます分かりますかね今飲んだのはお水です、えー、昨日までですねこう連日でお酒をまあずっと飲んでましてですねちょっと疲れてしまったんですね 金んの瓶をぐるりと回してこれが空っぽであることも分かります、はい、一体何なんだろうと思われるかもしれないんですが、まあ、一応その趣旨に戻りましてこの金んというお酒の紹介をさせていただきたいということですねでお水をもう一回くびきとあのまああまりねあの そんなに誰も見てないからって言ってですねあのどう見てもやりたい放題なんですけれどもこの金婚なんですけどこれはですね実はセブンイレブンと豊島屋酒造さんの、まあ、共同開発ということです珍しいですねコンビニとの共同開発ということですね一応ちゃんとこう 公式サイト豊島屋さんの公式サイトにその情報のページがあるので、えー、詳細の方に URL の方を貼っておこうと思うんですけれどもただ、ですねこれ、まあ、セ,ブンと共同セブンさんと共同開発なんですけど、えー、限られてるみたいなんですね東京の一部の地域ということですね。新宿台東文京豊島、府中、東村山長福に立ち立ち立川地域とというふうになっています。 ムロカ生原酒っていうのにちょっと引かれてですね、あの本当にこう、このサイズで、割とこう、まあ、特別っちゃ特別じゃないですか、しかも、まあ、一応、現状になってますしね、純米吟状ってことになってますし、まあ、それでちょっと前にこれ買ったんですよ、それで、まあ、飲んでみて、まあ、値段がちょっと張るんですよね、このサイズですけど、700円くらい、680円ですね、税込みで680円。 すするんですよまあまあするんですよねだからまあ期待度もありつつのっていうところで飲ませていただいてあのそうですねあのやっぱり銀状ならではのちょっとしたこう甘みというか、えー、そういうのは感じられましたねあのお米なんですけどこれあのラベルの方にはですね国産米としか書いてないんですよね で、これ、あのと年前さんなんで多分ですけどちょっとお待ちくださいねちょっとあとで出しますけどね多分あの発端認識じゃなないかなって思うんですよね。あの昨日のその代理店でちょっとお話ししたんですけど年前さんはですね割とこう発端認識好きなんですよね。で銀条系の酒は大体雑多 あの発端認識広島の酒米ですけれどもあれを使ってる印象がありますね今ですねちょっとだけお待ちくださいすいませんこれでいけるかなすごくないですか画像も動かなければ音声も途切れるっていうですね 出まましたすみませんです、ね、やっぱそうですね発端認識まあなんで必ずねこちらのセブンさんとの共同開発の、うん、このシリーズが、えー、絶対そうだとは言えないんですけど、まあ、効率を考えたりすればね普通は同じ原材料でいくと思うのであの一応あるんですよね純米銀醸で、えっとねそうですね 使っってるんでやっぱりこれも多分そうだと思うんですよだからすごく香りが華やかで海鮮した時にですねこの3 0 0ミリのサイズにしてはですねすごいこう香りが立っててあの甘い系あの甘い系かなって思いきやでもやっぱりすっきりとこうキレもあってですねいいですよすごく。で精米部は55%ですね日本酒度はプラス1。 アルコール度が15から16%ということです、まあ、割としっかりした、まあ、日本酒ですねコンビニで入手したからといってですねそれは侮れないですよしかし本当にあのー、今日はですねまあちょっと午後出かけるんであ朝取っとこうと思ってですねでもお腹全然空いてなくてですね えー、な何かこうおつまみもねやっぱりこう紹介しつつっていうのもあるのかなと思ったんですけどまあ最初の頃だし、まあ、仮に何かの表紙にですねこれから多くの方の目に留まるようなことがあったとしてもこの辺りの、うん、ものっていうのはおそらくはねばれないだろうっていうですねまあそうですね。 ロッコの、六甲じゃない南アルプスの天然水を取りに行ったりとか、まあ、好き勝手やってますけどまあこういう日がねたまにあってもきっと許されるんじゃないかと、まあ、あくまでメインはお酒の紹介なので,でこのキンコンはあの美味しかったんで私一生瓶で買いたいなと思ってるんですね東京にいる間になんとか買いたいなと思っていてでいつだったっけかなあの結構ね都内のお酒屋さんをねぐるぐる回ったんですよ あ南アルプスじゃないですねいませんそれで結構探したんですけどなくてだからあの利他ではないんですけれども豊島屋さんのその、まあ、公式の公式直営直営、ね、直営のお店に行った方がいいのかなっていう気はしましたねさすがにあの東村山まで行くのはなかなかまあ、こっちからだと大変なので今度ねあの神田の方にまたちょっと行ってみようかなって思うんですけどねでも 一生瓶で一人で生活してて一生瓶買ってきちゃうとなかなか開かないんでとあの江戸会場もまだあの苦戦してるんですけれどももうちょっとかかりそうなんですよねでもやっぱりこう一生瓶はかっこいいんでやっぱ日本酒ってほんとかっこいいですよねあの、まあ、コレクトしておきたいっていうのがあってだから、うんまあ、せっかくだから一生瓶でずらーっと行きたいんですけどねなかなかあのこの金婚はあのひょいとは売ってないんで。 またあの、まあ、このセブンイレブンさんの該当の区域の、えー、お近くの方に関してはですねセブンイレブンさんでも買えると思うのででもなかなかやっぱりコンビニも日本酒に力を入れてる店舗とそうでもない店舗っていうのは分かれますよね全然ないなっていうあのパック系のとかあのそうですパックもでかいのからちっこいのまでありますけどあとはなんか 要は全国流通しているよようなものですよね別にそれが悪いってわけじゃないんですけどあの全国流通しているようなものが京都とか兵庫の辺りでねあの作られているようなものですあれだからあれですよね一回地酒のこだわりを一旦捨ててですね試してみないといけないですね私多分飲まず嫌いしてるんでそういう方でも結構いらっしゃるんじゃないですかね。まあ、コマーシャルでやってるようなのは絶対 こうね、なかなか自分から飲まないみたいなのって結構あると思うんですよねでもね多分美味しいんだと思いますよパックで売ってるのとかも、まあ、光通さないしあ多分飲んだらね飲んだで多分満足するんですよねああいうのはだからまあ紙パックっていうのはね、まあ、紙パックだからなのかないやでもちょっと違うかこう中二病みたいな感じであんまりメジャーなのは避けたいみたいなところがやっぱりあるんですかね でこの金婚はそ,それでいくと多分そこまでメジャーではないとは思うんですけどただ神田界隈だとあそうそうこれは伝えなきゃいけないですあの神田神田明神さんと確かあと明治神宮さんに唯一奉納されてるお酒だったと思いますねあの神田明神さん明神さんは確実ですねこれがあの奉納されてるんでまああの辺りだと 割とと通ってると思うんですけれども、まあ、全国的に見た時にどうかっていうとそれはちょっと分かんないですよね特に東京ですしね、うん、だけどあの江戸会場もそうでしたしリリ大リータですかリータじゃなくて大リータもそうでしたけどあのこれが本当に東京のお酒なんだなって感心させられるような華やかでですねすごく気品に満ちたお酒だと思いますこれはねあのまだ日本酒にそんなに慣れてない方でも十分に 楽しめるお酒だと思いますよであるいはちょっと慣れてきてですね私ぐらいですかね多分2年くらい2年とか2年半くらい飲み始めてから経っててある程度辛口に移行しつつあるような人でも割とこうあのいけるかなというふうに思います、はい、前代未聞の聖止画みたいな動画でお送りしましたけれども一応お伝えしたいことは一通りお伝えできましたので本日もありがとうございましたまた明日よろしくお願いいたします